皆様こんにちは。こちらのブースは YRC 線コントローラーによる高精度軌跡の実演です。こちらにありますのはクラス世界最小サイズのロボットコントローラー YRC 線です。高密度な配置によるコンパクトな設備を実現することが可能です。またものづくりの変革が進む昨今、ロボットに求められる性能を満足するため、 YRC 線ではロボットの基本性能である軌跡精度を極限まで追求し、従来のロボットコントローラーと比べ大幅な軌跡精度の向上を実現しました。 YRC 線ではテスト運転、速度オーバーライド、プレイバックなど低速から高速まで速度が変化しても動作軌跡が変わることはありません。本展示では実際にロボットを動作させ YRC 線コントローラーが実現する高精度な軌跡をご覧いただきます。それではロボットの手先にご注目ください。モートマン GP25 の手先に芯の太さ 0.5 ミリのシャープペンシルとカメラを取り付け、テーブルには幅3ミリの溝が加工してあります。ブース情報にあるモニターの映像は手先に取り付けたカメラの映像です。ロボット横のモニターには表示速度に対する速度オーバーライドの比率を表示します。それでは実際にロボットを動作させシャープペンシルの芯を溝に通したいと思います。前半部の直線、直角、円弧を組み合わせた形状や後半部の人共同ロボット HC10 を表現した複雑な形状に対して、速度が変化しても動作軌跡が変わらないため芯を折らずに動作することが可能です。現在の動作速度がティーチング時の確認作業で行うテスト運転相当の速度です。続いてこちらの動作がプレイバック 100% 時の動作速度となります。続いてこちらの動作がプレイバック 100% 動作中に速度オーバーライドを用いて途中で速度を変化させた時の動作となります。このようにロボットの速度が変化しても動作軌跡が変わらないことがお分かりいただけたかと思います。ご覧いただきました高精度軌跡制御は小型から大型まで全てのロボットでご利用いただけます。